を探した鳴り響き、ぬるま湯のような夢から叩き起こされる。昨日は日の過ぎた、そのショックの後遺症がまだ残っている。起きられない、いや起きたくない、大きな本音でも行かねばならない。現実との葛藤が始まる。いつにも増してせめてあと10分寝させてほしいけど、こんなことしてたって過去なんか変わるもんじゃない。ないないない、言うのに今からせーので飛び起きよう。Yeah.